月さん、家族で静岡旅行に行くってマジですか？うちら親子も行きたいです。連れてってください。さやかさん、こんにちは。ごめんね、今回は家族旅行だから。あ、すいません、言葉の使い方間違いでした。私頭悪くて日本語苦手なんですよね。ごめんです。いつか連れてってくださいってことです。すいません。いやいや、いいよ。でもさやかさんって静岡好きなの？いや、実は私静岡の出身なんですよ。へー、そうだったんだ。私の名前さやかじゃないですか。これうちの母親が爽やかのハンバーグ好きだからなんですよ。マジでうちの母親適当すぎて笑えるんですけど。爽やかって静岡で有名なハンバーグチェーンだよね。そうです、そうです。マジ激うまなんで、静岡行ったらめっちゃ食べてくださいね。失礼だけど、帰省とかはしないの？旅行じゃなくてさ。私めっちゃ若い時に出来婚して即離婚したんで、両親めっちゃ怒ってて帰れないんですよ。でも地元の友達には会いたいし、でも自分頭悪いんで、遠出するのに新幹線とかバスとか不安なんですよ。自分だけならまだしも子供いるし。ああ、そういうこと。ほとんど自由時間みたいな安い旅行パックとかもあるし、今度いろいろ教えるよ。で、今回はお土産買ってくるね。マジですか？あざーす！てか、いきなり連絡して変なこと言っちゃってごめんなさいでした。いやいや、いいよ。さやかさんは素直だからいいんだけどね。何かあったんですか？私の名前は水木。旅行好きの兼業主婦だよ。今度は家族で静岡旅行に行くことになったんだけど、とあるママさんが一緒に行きたいってうるさいんだ。あ、さっきまでやりとりしていたさやかさんじゃないよ。さやかさんは素直に一緒に行きたいって言ってくれるし、もちろんうちの家族旅行に便乗してやろうとかそういうことでもないの。若くて元気いっぱいな、素直な新ママさんって感じなんだよね。困ってるのはさやかさんじゃなくてさ、年上ママの方なんだよ。水木と恵子の LINE。ねえ、水木さん、今お昼休憩中ですよね。お昼休憩を狙って連絡してあげてるんだから、私ってやっぱり常識ありますよね。でも水木さんは常識ないですよね。ゴミ捨て怒られませんか？恵子さんが引っ越してくる前からずっと今の家に住んでるけど、ゴミ捨てで怒られたことなんか一度もないよ。だって水木さんがゴミ捨て場にいた時、私ちょうど玄関出たんですよ。普通はネットを上げて待っててくれますよね。マジですか、マジですか、常識ないんですか？あのね、すぐ近くにいて見える位置ならやってるよ。でもどうやって恵子さんが出てくるところを把握しろと？私はいつも同じ時間にゴミ出しするんだから分かってるはずでしょ。いや、知らないけど。本当に常識ないんだ、やだ。あのね、ご近所様のゴミ捨ての時間は把握しておくものだよ。そんなことも知らないなんて、水木さんって田舎者？田舎者相手に敬語は必要ないのがルールだからやめるね。逆に恵子さんはそんなに付き合いが密接な田舎から来たわけ？都会でたくさん人が住んでるところだったらそんなのできないでしょ。はあ、もうこれだから常識のない人って困るわ。てか、静岡旅行に行くんだよね。私も行くからね。常識教えてあげる。勝手に行けば。ちゃんと誘ってくれなかったってことはルール違反だからね。その分当日は朝ちゃんと迎えに来て、あと私たち家族の朝食も用意して、旅行費用も払って。すっげえ、たかり屋にも程があるでしょ。自分でズーズーしいって自覚ないの？病院案件だろこれ。はい、私をたかりっていう人はランチをおごること。どこの盗賊？マイルールを押し付けてくるような人って結構いるけどさ、恵子さんの場合はぶっ飛んでるんだよね。最初はちょっとこだわりが強い人なのかなと思っていたんだけど、実際にはただの面倒な人だったよ。もう超面倒。どこかからバレちゃって旅行当日も大騒ぎ。ま、こんな人のせいで旅行が台無しになるなんて絶対に嫌だからね。きっちりやらせてもらうよ。爽やかのハンバーグ気持ちよく食べたいし。旅行当日。はあ、まだ？お迎え遅いんだけど。え、本当に旅行に行くつもりなの？当たり前でしょ、ちゃんとルール守ってよ。いや、何のルールなのかすらもわからないし。え、本当に水木さんたち出発したの？家族3人だけで静岡旅行に行くなんてルール違反だからダメ。破ったんだから旅行費用も全て払って早く迎えに来てよ。
それルール違反だから。え、たかりはルール違反だから10年くらい黙ってて。これが我が家のルールなの。本当に一緒に旅行に行きたいならそっちが合わせるんだね。そんなルールあるわけないでしょ。なんで？なんでっておかしいからに決まってるでしょ。いや、恵子さんが言ってるルールもおかしいよ。マイルールを押し付けてきたのはそっちが先だよね。でも私は優しいからさ、恵子さんに乗ってあげることにしたんだよ。じゃあ迎えに来てくれるってことだよね。いや、ちげえよ。こっちもマイルールを押し付けようと思って。はあ？今日から決まった我が家のルール、迷惑なママはしっかり周りに情報を共有してすぐに家族に連絡だよ。あ、家族っていうのは迷惑ママの家族ね。どうやら旦那さんはママ友家族が旅行に誘ってくれたっていう嘘を本気で信じていたみたい。恵子さんの旦那さん悪い人じゃないんだけどね、ちょっと天然というかぼーっとしていて頼りにならないというか。でも他のママさんたちが集団で恵子さんの家に突撃、お子さんたちを遊ばせている間に今回のことを説明してくれたんだよ。恵子さんは私に騙されたと大騒ぎしていたみたいだけど、決めてくれたのはさやかさん。いや、ママ友って関係でたかるとか、お金ないの？かわいそう。の発言で、恵子さんは顔真っ赤になって大暴れ。よくわかっていなかった旦那さんも、その姿を見てようやく察したみたいだね。さすがに恵子さんを引きずって家に入っていったらしいよ。その後、恵子さんのお姑さんたちがお子さんを迎えに来て、夜遅くまで夫婦でやり合ってたって話だけど。爽やかどうでした？昨日食べてきたんだけどすごいね。めちゃくちゃ美味しかったよ。もちオニオンソースですよね。うん、店員さんがフランクな感じの人でさ、県外から来たって言ったらオニオンソースが人気って教えてくれたよ。いいな、いいな。これから帰る予定なんだけど、また食べていくよ。マジっすか？地元静岡の民としてはめちゃ嬉しいです。あ、そうそう、恵子さんのことは大丈夫なんで。さやかさんたちにも迷惑かけちゃったよね。ごめんね。余裕なんで、マジ余裕ですよ。なんか水木さんに騙されたとかごちゃごちゃ言ってたんで、人の悪口言うときは1分で3万払ってくださいねって、あたし流のマイルール押し付けておきましたわ。おう、やるじゃん。七瀬さんと穂積さんとかは、何か言いたいことあるなら3キロのラーメン完食しろって言っててマジウケでしたよ。そんな感じなんで余裕です。そっか、ありがとね。お土産たくさん買って帰るから期待してて。あざーす。いや、静岡すごい楽しかったな。私の娘千秋は伊豆シャボテン動物公園に大喜びしてたっけ。温泉に入るカピバラが見れるなんてなかなかないよね。下田市の下田海中水族館も良かったな。水族館ってだけでもウキウキするのに、海中とはロマンがあるよね。こんな感じで家族で静岡をあっちこっち動き回りまくり、そしてたくさん食べまくり、噂の爽やかハンバーグも食べられて大満足だよ。恵子さんの方はというと、もともとみんな呆れていたからね。被害者ぶって他の人に近づき、マイルールを押し付けようとしていたんだけど、なぜだかこの周辺はドキュンママが多いから、みんな対応に慣れてるんだよ。逆に謎なマイルールを押し付けられて大騒ぎ。結局すぐに引っ越していったよ。引っ越し先は旦那さんの実家だったんだけど。ちょっと、水木さんにブロックされてる。あんた家近いんだからブロック解除するように言ってきてよ。100万あざーす。は？何言ってんの？私のルールで LINE でブロックって言葉使ったら1回につき50万なんで、マジ生活助かりますわ。何バカなこと言ってんの？え、なんで？マイルールなんですけど文句ある？ああ、もうそうやってあんたたちが言うから、あんたたちのせいでうちの義母まで変なこと言い出して。そういえば義実家同居になったんすよね。まあこの辺りじゃ恵子さんの悪い噂めっちゃ広がってるし。朝4時に起きて家事や料理するのがルールとか言い出したの？うわ、マイルール流行ってるんだ。ウケる。お姑さんノリいいですね。マジヤバじゃん。あんたのその頭の悪い文章なんとかならないの？頭くる。人にたかりしようとしてた人が頭悪いって。ウケみ。え、いやマジで言ってる？ギャグですよね。ギャグは顔だけにしろって感じ。あんたね、あんたなんか若い新ママのくせに。若くて肌に張り合ってごめんなさい。シングルだけど楽しく生活しててごめんなさい。もういいわよ。
その後、恵子さんのお姑さんは穏やかでいい人だったんだけど、同居してからも恵子さんのマイルール押し付けは変わらず、どうも旦那さんやお子さんに対してはそこまででもないんだけど、お姑さんやお姑さんにはああでもないこうでもないとぐちぐち文句を言ったみたいでさ、最初はニコニコ聞いていたお姑さんもさすがにイラッときたらしく、恵子さんやり返されるようになったんだよ。なかなかやるね。まあもともと前住んでいたところでもトラブル起こして、それで引っ越してきた人だったみたいだし、こういう人は変わらないんだろうね。結局恵子さんは離婚したんだけど、こんなことで家族を失うとは、まったくバカバカしい話だね。さて、今日はハンバーグだよ。オニオンソースじゃなくて和風ハンバーグだけどね。あれから我が家ではハンバーグブームなんだよ。私がお肉をコネコネしていると、リビングでは娘の千秋と猫のにゃにゃ丸が旦那をコネコネ。旦那のお腹最近ちょっと出てきたから気持ちいいんだろうな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。